よし、じゃあやっていきましょう。かげろう縛り。今回の縛りは、神楽鈴の能力が出るまで部屋から出られない縛りをやっていきたいと思います。これだけ聞くとちょっと意味わかんないと思うんですけど、まあ部屋に入ったらね、なんかいろいろアイテムとかあったりとか探索すると思うんですけど、それをねする前に必ず神楽鈴の能力を1個、何かしら1個出してからじゃないと探索もできないし出ることもできないっていう、まあ、入ってからはいいんですけど、入ってなんか扉閉めたりとかはいいんですけど、アイテムとかなんかいろいろできないっていう芝居ですね。まあ、早速やっていきましょう。でこれまずオン。あ、どうしようかな。別にこれどっちでもいいんですよね、部屋だから。で、あ、そうだ、プラスあれだ、こっち。あ、そっか。ああ。一応なんかすごい細かくっていうか、あ、ちょっと待って。危ない。あ、そうそう。そうそうそう、危ない。なんかこういう部屋あるじゃないですか。部屋って、多分ここ廊下だと思うんですけど、廊下はもちろん関係ない。で、こういう、ここも部屋。こういうところも部屋って。で、あ、鍵ある。したらここでもう今入ったんで出ることもできない、出ることもできないんで、ここで何かしら能力が発動するまでこうやって振り続けないといけない。でプラスね、なんとですね、ロッカーに入っちゃいけない芝居です。これなんかこれはまあ別にしてもよかったかもしれないんですけど、一応ね、この縛りのコメントくださった方によると、ロッカー禁止縛り、プラス、これ縛り。なんで、とりあえずこれ、がっつりまず振り続けないといけない。で、こうやって扉閉めたら開けたりするのは OK と。まあ、そこら辺はね、多分ね、閉めないと死んじゃう。で、ここで、爆竹出たり、あとなんだろう、ワープかな、水晶の能力が出る分にはいいけど、あとなんだろう、ただおお、あ、これ出たってことだよね。ロッキーで出たんで、これも振らなくていいってことになる。でこれも取れると。あー、これ結構長丁場になりそうですね。でプラス今ちょっとこっから出たっぽいんですけど、一応まあ説明っていうことで。で、ここの部屋。ここの部屋に今、あそこに鏡とかあるじゃないですか。で、今こっから入ったんで、またこれを振り続けるっていう。多分ね、ここ、まだ初期位置だから。で、この部屋、こっから向こうは別な部屋なのかっていう定義、ちょっとわからないんで、ここは一応繋がってる体にしますね。なんか扉で敷き詰められたりとか、あ、扉でね、区切られてたりとかっていうのは、もちろん部屋として認識するんですけど、こうやって開け離れてるやつは、ここで一個っていう感じします。そうじゃないと、ちょっとね、縛り的にっていうよりは、時間的に長くなりそうなんで。結構サクサクいかないといけないし、長丁場になるっていうのはなんとなく分かったんで、とりあえずここで能力をまず発動しないといけない。ただ最初ラッキーでしたね。あ、別に、振り続けなきゃいけないっていうわけじゃないです。なんか敵が来そうだなと思ったらこうやって。っていうのは確か、大丈夫なはずです。出るんだったら、神楽鈴の能力を1個出さないといけないっていう。で、プラス、こうやってなんかアイテムとかも出るまで取っちゃいけない。能力が出たらアイテム取っていいよ。能力が出たら出ていいよっていう。入るときは関係ないみたいです。そりゃそうだよね。死んじゃう。あ、あ、やばいやばい。しかもなんか近くにいる。あ、近くにいるけど。ちょっと待って、一瞬どこだ。
あーそこね、分かったけど今いるし、いるし、あの鏡欲しかったんだけど、でも鍵持ってるね。これは別な、ちょっと待ってくださいね。これは別な判定になってるのかな。出なければいいから、開けるのは OK なんです。で、これも部屋に入っ、部屋だよね。あ、ここは部屋だよ。いや、ここに来ないはず。ここには来ないけど、今降らない。今降ったら死んじゃう。あ、わかった。わかったよ、今。ちょっと今、まあ、いっか。ここに、ここで降らないといけない。ここで神楽鈴を振ると、向こうに爆竹行くでしょ。もしここで振ってて爆竹出ちゃったらやばい。あ、それだったら向こうにやればいいか。ここだと来ちゃうもんね。多分ね、ここだとね、泣き音さんがここまで入ってきちゃうから、うわー来てる。これ開けて向こうで能力が出てもいいように、向こうに向かって爆竹振ろう。爆竹振るってなんで、もう訳わかんなくなってきてる。いや、ちょっとね、さっきね、某アーティストのライブに行ってきて、すげえ興奮してるんですけど、興奮したのはいいんですけど、頭はね、冴えてるのに、眠いっていう。単純に、疲れてる。これ、出ないですよ。出ないけど、ちょっと向こうに向かって、ちょっと振ります。こういうことをやってらんないと多分ね、死んじゃう。だってすぐそこに泣き音さんいるんですよ。入ってきたらやばいじゃないですか。ただ、こっから出れないんで。出れないし進めないみたいな。そっか、忘れてた。とりあえず出たんで。探索します。うわーね。で、あ、そっか、ここでも入らないといけない。あ、ここでも、ここ確か曲がったままだけど、ここで振らないといけないから、こっち向きで振ろう。ただ、これはちょっとなんだろうな。作者さんじゃない。コメントをくださった方はあれかもしれないんですけど、あ、どうだったかな。一度出た部屋ももう一回入るときは振るって書いてあったような気がする。そしたらやっぱ、またここで振らないといけない。で、ここ取れないんで、まだ。一旦振っとくか。いや、振ったらやばいな、今。今振ったらやばそう。まあ、いいや。ちょっと負けじと振る。で、なるべく、しゃがんで振った方がいい。そうすると上に飛ぶんですよ。もし、ここでやると、跳ね返って、こっちに行っちゃう可能性があるから、ちょっとこういう感じで出てないもんね。あー、でもやばいかな。もうね、爆竹だけ出ないで、あとマガタマ取らせてください。出てほしいのは光る文字。面白いかも。でもこれ、いやー、スタート位置のあれ鏡欲しかったな。あ、そっか、鏡ないから緊急回避できない。死んだら終わりだ。もし神楽鈴さんにバレたら、あれ逆にあのマガタマ取らない方がいいな。1個減るから。なんか出てるような気がするから、ちょっとここら辺で。ちょっと神楽鈴さん、え、もしかして音でバレてる。あ、長丁場もう8分。出て、で、出たから、もう一回ここだ。いや、廊下は関係ないからね。廊下は、あ、やばい。あ、どうしよう。来てる？来てるっぽいね。
すぐそこに来るのか。負けじとシャン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 。あーでもいいね、出るね能力。結構サクサク出てるね。そんな出るっけ能力。マガタマ1個ゲットしましたよ。ただこっから出るのにも光文字が、光文字全然出てないな。出やすいはずなのに。ですぐそこにナキョンさん来るからね。もしナキョンさんがここに部屋に入ってきたら俺あっちの部屋に逃げるから何か能力出て、能力が全く出なかったらもう何時間コースなんだろうみたいな。しかもなんかもう色味がおかしい。ああ。あ、ほんと出ない。てか徘徊した一人増えてるよ。あのね、カグラスーさんから増えたの。あ、さっきのカグラスーさんから増えたの。増えるのカグラスーさんだからね。多分。ランダムとかじゃなければ。いや、でも。でも、深淵政治でね、延々と徘徊者10体追加したけど、やっぱ、忍び寄る徘徊者が追加されてる感じがするな。ただ、2体目以降って、確認してないんですよ。2体、あ、来た。出ます。出て、右にいるから、振り向いたらやばいよ。で、すぐそこの、どうすかな、ここの扉に入ってちょっとアイテムを探索したいから、開けるのは OK、 ただ入るかどうかはある。ちょっとこうやって調べた方がいいね。暗くて分かんない。鉱石はあるけど一応ちょっと入るかどうかはちょっと自分の判断で、もうちょっと明るいとこ行きたい。よしよしよし。でロッカー入れないからね皆さん。ここのさっき、いや入ろう、これつけていいやん。ロッカーに入、あ何もね、さっきの鉱石行けばよかった。でちょっとこっち向きで、こういうのはなんだろう、ずるっこじゃないですよね、一応テクニックっていうことなんで。この中でね、わざわざ振らないといけないっていうのは書いてなかったような気がするんで。ただ、ロッカー禁止だからね、死んじゃう。水晶でも出たのはすごいね。これ、絵文字全然出ないんだけど。なんで？ヘッドライトじゃない。ハンドライトばっか。なんで俺ヘッドライトってずっと言ってたんだろう。皆さん、もし、なんかあこの人日本語変だなと思ったらバシバシねコメントで指摘してください。俺そのまま使ってたんでもうある方からね、ヘッドライトじゃないですよって言われて、ああそうだみたいな。あれ工事現場っていうか、なんかあの洞窟探検隊みたいな今だと GoPro みたいな。あー出ないよ。出ないと会話が止まりますよあーすごいな、すごい眠い。頭起きてんのに、あなんだろう、目がねこうなんかこう疲れてる体とね。出ない出ないよ。彼絵文字ぐらい出てほしいんだけど、6回見ないからね。爆竹が鳴ったら俺すぐ出るからすぐ逃げる。鏡欲しいな。出ない。多分ね皆さんね、 早送りした方がいいと思う2倍速ぐらいにした方がいいと思う。もしね
今ちょっとふと思いついたんですけど、もしね万が一2時間コースだった場合は、この振ってる間は早送りしたいと思います。まあ、ずるっこっていうことじゃないんで。動き出したら普通に戻すとかにしようかな。わかんないですよね。もう今の時点で15分コース。普通だったらもう何にもね、何の縛りもなかなくて、何の縛りもなくて CFA だったらもう、ね、あ、クリアします。15分は余裕です。多分10分でできるかも。5分以内になってくると運要素が強い。もうなんなら10分コース、あ、15分コースだったらね、常に走りながらパワーってやって、あ、なんか忍びを配達したなと思ったら、そこにバックスバーンってな、鳴らして、そこに出てもらう。全然出ない。なんで出ないの？ここに入れたら？どっかに入らないときついよ。ロッカー縛り。今、あれだ、ちょっと嫌な、嫌なの思い出しちゃった。ワープしたからこっちどっちかわかんない。こっち、あっち北なのかこっち北なのかわかんない。こっち北なー、なよ、あ、どこ？あ、あー、びっくりした。今、入るところだった。で、場所わかった。ここ部屋じゃないんで、ロッカー、あ、ロッカーじゃなくて、廊下です。廊下のロッカー。で、ここ、泣き女さんゾーンだけど、爆竹がないし、あれなんで、確かね、部屋に入るときって言ってたんで、ロッカーにあるアイテムは使っていいはず。あ、やばいよ、ここ。やばいよ。そこにロッカーあるけど、入れないんだ。だから安全な部屋に入らないとダメってことなんだよね。ここはダメ。あの格子があるから。そういうことか。どうしよう。これちょっと、つけるのは OK なはず。あ、こっちわかるわ。わかったけどアイテムがないから、一旦、どこにする？どこに入る？ここに入るか。あ、ここ鉱石部屋？だね。ただしまだ、取れないんで、また地味な作業に入ります。早送りしたい人は早送りして大丈夫です。優しい人は僕の、あ！出れるけど、我慢する。今のうち。いっぱいある。鍵がない。で、出る。開けるのは OK なはず。あ、来なかったね。どうすっかな。もうここに入れないっていうか、また入ったら爆竹じゃない。能力出さないといけないし、あっちタンスだしな。こっちは何もないから、一旦こっち行こう。こういう。危なかった。ギリギリだったね。ギリギリだった。あれもし来てたらやばかった。アイテム使うのは大丈夫なんです。うわぁ、怖い。これ、え、この来ないだよ。ちょっと鉱石部屋に行ったんで、めっちゃちょっと使っとこう。贅沢に使っとこう。あ、爆竹か。あ、爆竹あればでも泣き女さんいけるね。あ、ちょっと待って。これは別に取ったってことにならない。これは取ったってことにならないですもんね。さすがに。これ自分で置いたんだもんね。よし。また。さっきのは意外と早く出たけど。きついなぁ。爆竹が出たらすぐ別の部屋に避難するっていう方がいいかもしれないですね。その方がいい。まあ、別にここに、ここでやってもまあいいんだけど、また別の部屋に行けばいいけど、またそこで、なんか能力を出さないといけないし。扉付きじゃない部屋はやばいね。まあ、障子とか襖とかの部屋ではやばいね。安全じゃないからね。そもそもロッカーがあるからね、今これ。この扉は。扉付きの部屋。なんか絵文字出ない。絵文字全然出ないね。爆竹。あんまり嬉しくない。ないし。じゃあこれだけいただこう。まあ、急いだってしょうがないからね。どっち行こう。ここにも行きたいけど。神楽鈴さん。
そこ、まがたま部屋なんですよ。開けるのは OK なんですね。こっちに避難するっていう感じで、あ、別にね、ここであの、あれやってもいいんですよ。別に。ここで爆竹使って、開けてもらうっていうのはいいんですけど、結局中には入って何かしないといけないから、あ、そっか、鍵がないんだ、俺。そしたら、ここ。こっち逃げるっていう意味で、あるね。これは別につけていいはず。ちょっとずるっこだね、これでも。あそこに運よく爆竹、いかないか。あ、でも必ずないといけないか。やばいの20分。あそこに曲がってもらってみたい。てか、ま、曲がれ？なかった。いや、ここは、するここで開けてもらうわ。やばい、来た。ドン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 バン。ありがとうございます。ただしこっから出るにはこっち来ないでね。危ねえ、俺鏡とか持ってないんだった。とりあえず開けてくれたんで鍵は、あれ？あは、そこが。能力 OK だから。お、いいね。で、しかもね、ろうそく全部明るくなりましたよ。ラッキーラッキー。だからあんまりこれ、ヘッドライトはいらなくなったかもしんないけども、一旦ちょっとここ閉めよう。あ、ここで。あ、でもこれ壊されたから、一つになったっていう手はダメですよね。そこはちょっと徹底しよう。もうちょっとね。もし爆竹が出たらまた向こうに。あ、ダメだ。そうやったら向こうに行っちゃう可能性あるから、ここで爆竹鳴らさないとやばいね。ね。向こうまで飛んでちゃったらどこ行って逃げるのみたいな。いや、いいんじゃない？あ、やばいな。いや、まだ、わかんない。わかんない。眠たくて。ちょっとね、影を防いでもね、ちょっと練習しないとダメなんです。今ちょっといろいろ練習してて。いやー、きつい。これ結構。面白いけど、いい要素が絡んできますね。運がいいか悪いか。だって全部さ、ハイカシが追加されたとかさ、爆竹だった。こんなにスムーズにいかないと思うんですよ。ここで来たらちょっとやばい。ここに来ないよね。来たら、どうしましょう。ここで爆竹鳴らすわけにはいかないよ。来てる？左？ここまで来んの？どこまで来んの？例えば。あ、Uターンしてて今。ターンターンってなんかあの。あ、ここまでは来なさそうだね。あ、来ない。Uターンしてった。いやー結構きついね。光る絵文字が一回も出てない。停止とかさ、停止なんて2回連続で、2回連続ってか、もう2回停止出てるんだけど。停止の能力がハンドライト2個でしょ。あと爆竹1個、あとなんだっけ、あ、あれか、ろうそくが全部灯ったワープワープ2回かワープ2回、光る絵文字どうした。え、ここ光る絵文字ないの。
取り寄せるって言ってない、そんなわけない、いや、わかんない、もしかしたらカツカツ動画になってるかもしれないですね、右クリック英語30分30分でとりあえず2個いって、あと残り3個まあ、鍵あるから3個目はすぐ、すんなりけれども、まあ、そうとは言い切れない鏡欲しいな、水晶か出ない、今ガチでちょっと開けしましたそういえばなんでカグラスーツなんだろうね。起きた。あ、今度消え失せちゃいました。あ、びっくりした。で、入って、また出るときにこれやんの。これちょっと時間かかりすぎるね。これちょっとなんだろう、コメントいただいた方には申し訳ないし、急な作戦っていうかさ、縛り変更なんですけど、一度、通った部屋？一度こうやって能力出した部屋は、なんか恋にもう一回だけ入るっていうこと以外は、出てもいいよね。にしたいです。これちょっとここは今初めてだから今能力出しますけど、ただ戻りたいっていうだけだったらもう探索してるしね、ここで能力出してるんで、ちょっと、時間短縮でいきますね。そうじゃないとここってやんないといけないからちょっときついかな。ただし恋になんか敵に見つかってさ、なんか逃げた先がまた同じ部屋だったってなったら、カグラスさんは振って能力出したいと思います。さっきロウソクついて今消えて、やっぱあと光る絵文字と、なんだっけ、バクつけてたし、ワープ出たし、あとなんだ、あと何もないか、あ、出ない、これでも死んでない。ちょっとカグラスさんだけ来ないかどうかだけ、ちょっとね、縛り変更までいかないんですけど、ここでまた入ってカグラスさんの能力で今出てなると、ほんとちょっと長時間になっちゃうんで、そこはちょっと、あー、確かこう敵このね扉ぶっ壊してくるから、特にね走り回る徘徊者、あ、さっきワープ出たのに出れないっていう、あ、よかった、マガタも1個取っといて、これで運よく進んでればいいんだけど、ここもね出してからじゃないと、鍵ない、鍵が一応あと3つあれば、なんだろう、まあ、単純にあと3回だけ能力出せば OK ってことになるからね。あとなんだろう、長友部屋、長友部屋っていいね、入ってって複雑な構造とかじゃなければ、あ、来たとかじゃない、やだ、え、ここはあれなんかね、ここは緊急回避よね、これは部屋？これって部屋だっけ？あ、部屋だね、これは。廊下じゃないから、どうしよう。で、ロッカー使えないからやばいよ。で、これ部屋なのか。ロッカー、通り道なような気もする。どうしよう。すぐそこ、泣き女さんで、マガタマがあるんですよ。ただし、確かね、すぐそこにロッカーがあって、緊急回避で逃げれるんですけど、ロッカー使えないんですよ。だからそんな時に、カグラスーさんとか、来たらやばい。ガチでやばいな。一旦、ここに入ろう。ちょっとここに入るわ。一旦ここに入って、ちょっとこういう風にしておきます。もうちょっと鍵集めたいかな。鍵集めれれば、ここに来なくてもいいからね、ここに来てから泣き女さんのとこに来なくてもいいっていうか、わざわざ危険なとこに来なくてもいい、ロッカー縛りだからね、きついや、あ、なんかだんだん影をやってたら目も覚めてきたかもしれない、あー、ワープ出すぎじゃないですか、ちょっとあれだな、一回来たことあるかもしんないところに鉱石置いとこう、これちょっとつけさせてください、
アイテムはない。あ、わかっ、わかりました。場所わかりました。ここ、こっちに一個部屋と、こういう風にぐるーっと回って部屋がある。で、すぐ隣に別なルート。まあ、いいや、ちょっと一旦。あ、違うわ。嘘でした。こっち、こっち、あ、違うわ。違うわ。やばい、ひゃっくりが出てきた。飛んでいこうかなとか思った。おー、うんこ出た。うんこ出た。うんこ出たって言うとなんかあれみたいだな。あ、いいんだいいんだいいんだ。で、こっちが別ななんかゾーンに、これはあの廊下だから関係ないんです。ここ廊下だからね。で、ここじゃなくてここマガタの部屋だ。オッケーオッケー。一旦ここ入ろう。危ない。何で振ったんだ。あ、ね、あ、あ、いいね、出た。で、あ、そうだ、で、出たよ。取る前に飲む前に飲むみたいな、取る前に振る。やばい、ちょっとあのひゃっくりが止まんなくなってきた。ちょっとやばいです。あ別な縛りが。ちょっと俺編集でこれちょっと消さないといけない。めんどくさいけど、わりかし早く出てきてくれた。あ、これ3個目。結構順調だけど1時間コースですね、この雰囲気は。あ、で一旦ちょっと、あそこもある、あそこも部屋だからちょっと厳しい、厳しいから、あ、そこもじゃない、いや行こう、もうちょっと 見るだけ見る。見える？あ、なんだ、鍵は？ある？鍵は？こういうズルッコしてみるって。じゃあこっちの部屋にガーッていたら、鍵ない。っていう戦法にしよう、ちょっと時間短縮で。ちょっとしばらく、カラス振ってる間、ちょっと、カラス振ってる間に、ちょっぴり止めます。あ、出た！これ珍しいね。とか、あれはうんこか。だったら今の戦法でちょっと鍵がないか探そう。やばいな、ハンドライトもなくなってきたな。あ、これはちょっとあれだから、これはちょっと振っとこう。探査わかんねえ。一番やばいのは鍵を開けてマガタマの部屋に入るじゃん。あ、ダメだ、ひゃっくりだ。あ、まさに本当ひゃっくりで、ちょっとしゃべりが。ちょっと落ち着いてきたかも。あ、ダメだった。38分、順調にいけば。
で1時間かな。10分で1個。あーでも鍵ないね。あ久しぶり久しぶり。久しぶりですね。え、ここまで来ないよね。あ、来ない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 。え、来る？いや、戻ってった。今ね、こう通ってる。これ爆竹でか。来ましたよ、アンドライト。あぶれ、あぶれ、出るとこあった。で、ここで入ります。入って、ここでまた能力を出して、ただ、一旦ここ探索して、ここも出したんで、ちょっとね、ここは普通に、廊下に出させてくださいって感じで。きついよ、ここに鍵が欲しい。あと鍵2つないかな。それとも廊下の棚で、廊下の棚で探すかな。この後、別の実況動画も撮ろうかなと思ってたんですけど、サッピリが止まんないと、サッピリが止まんないと、ダメ。ちょっと今これ縛り中なんで。あ、もう、あ、これで3体目だよ。あ、来たコンパス。いいよ、コンパス。お、鏡来た。で、あっちなんで、ちょっと待ってね。あ、じゃあこっち、あれだね。まあ、いや、行こう。で、ここは、もう一回、ここは一回出したっていうことで、ちょっと行かせてもらいます。時短っていうかさ、実況的にちょっと、うん。あれなんでね。ただ爆竹あんま出ないから嬉しい。あ、ここ壊したんだ。あっちだね。あ、ちょっと待って。こういうのちょっとつけていかないと。ここは廊下なんでね。あっちも気になるけど、こっち。とりあえず、危なくなったら鏡っていう方法もできたね。アイテム縛りはないんで、アイテムを、探索っていうかさ、取るときだけ、あれ気になる。あれマガタマとかじゃないの？入る？入ってみます？ここなんだ。あれここなんだ。あ、ここは部屋じゃないんで。あ、いや、部屋でした。部屋だった。しかもロッカーだ。あと、危ない危ない。開けるとこだった。あー、怖い。もし爆竹出たら、で結果がどうにでもなるって。ああ、オッケーラッキー。平和超平和でした。鍵、はあ、鍵ない。鍵ありませんでした。でこっち行き止まりだから、ここ入ってみようかな。ここ入ってみよう。うん、入ろう。入りました。なんていうの、鍵を見つけなきゃいけないし、だし、あと鏡持ってれば結構強気でいきたい。そうじゃないと時間が。俺このなんかさ、タンスよりも棚よりもこの扉開けるのすごく好きなんですよ。なんかあんまなくてさ、深淵ステージでも数箇所しかないかな。1箇所、あ、1箇所だけかな。2箇所とかあったりしたんだけど、やばい、1箇所目は。あ、遠いかな。大丈夫かな。あっちに逃げてきます。あ、早く。ここ曲がたまじゃないよね、これ。敵ないし、一生出ないっていうことだってあり得る。ひゃっくりが止まってきてる。ちょっとあんまり調子乗って喋んないようにしよう。また出ちゃうから。よかった、一部分だけで編集は済みそう。ごめんなさい、なんか不快な思いさせてたら。45分、あと5分ぐらいで1個は取りたい。長玉爆竹でうまーく。お、フィアリーエルフン。じゃあこれは開けさせてもらいます。あー、いいよ、鍵来た。いいよ、爆竹も。オッケー。ラッキー、ここ来てよかった。
正直マガタマではないなと思ったんですけど、ですけどですよ、鍵あるとは思わなかった。であっち行ったからこっちだね。ちょっと、あ、嘘でした。こういうのは取っていいのかな、こういう廊下にあるやつ。ちょっと走っていこう。でさっきのとこね。あれ、あ、左か。今どっちに来てんのかすらちょっと分かんないね。見ました今。来てるよ来てるよ来てるよ。ここは部屋じゃないんで。来てる。今普通に真正面にめっちゃ遠いところにいましたからね。あれ？来て、消えた？来てる？どうしようどうしよう、入った方がいい？ちょっとやばかったら、ここはまだ気づかないから、あの距離的に来たら入る。入ったらまたあのノー来ました来るんだ。ということはここはね、一回行ったところだけど能力出さないといけないってことになりましたね。こういう感じで、あの一度入ったところでもあの能力出そうかなとは思います。たださっき言ったあのこういうところ、こう行ってまたこうっていうのはちょっとやめとくかなと。こっち来ないでよ、いくら鏡持ってるとはいえさ。え、すぐそこにいる？多分すぐそこじゃなくてまた U ターンしてると思う。そっちじゃない、あそっから来るんだもんやめてよ、せっかく進もうと思ったのに。あのね、ロッカーがね、あ、ロッカー禁止ですからね皆さん、ロッカー禁止ですよ。ロッカーがあれば何でもできる。ありがとう。やばい、時間更新した。サクッとなんか一個にとピンピンピンって取れないかな。いやー、これ出すのがきつい、編集もきついただ、さっき言ったようにこれ振ってる間は早送りしますね。2時間コースじゃなくて1時間コースでも早送りします。まあ、ズルッコとか多分、まあ、しないっていうか分かると思うんで、アイテムとかあるし、マガタマもあるし、マガタマスイートが見えてるからズルッコは絶対できないと思う。寿司食べたい。よし、行こう行こう行こう。ちょっと早めに行こう。時短。あっちの、こっちね、あっちから、あ、これあれか、さっきのとこか。で、こっちだよ。あっちにも行きたいけど、一旦こっ、ああ、こっちじゃない。やっちゃった。たぶんここまで来る。あの、足音でね、こうやってね、わかりました、今の。ああやって走ってると、足音に聞く。気がつくんですが、危なかった。気がつくんですよ。そうするとやばい。まだ入んないよ。帰るかもしれないからね。ここのろうそくが点滅してなければまだ大丈夫。点滅したらやばい、近くにいるよ。あ、やっぱり足音だけに反応して U ターンしたかな、引き返したと思う。だからこういうのやばいから俺は歩いてるんです。いつも走ったってほんとね、いいことないんですよ。時短だけですからね。クリアしたいんだったら、あれもしかして新しいアップデートとかで歩いててもダメっていう徘徊者が追加されそうですね。あ、どうしよう。ちょっと待って、一旦ここは開ける。
懐中電灯だけっぽいね。あっち行きたいけど、ちょっと一旦こっちの方面に行かないとね、クリアできない可能性がある。どっちだ、一旦これ。あー、ここなんだっけ。あー、ここはある？ない。ここは緊急回避にしよう。入ったらあれっていう。ここはあれで、鍵で。あ、ここあれか。で、どっちだっけ。ちょっと待って、一旦あのろうそくのゆらゆら揺れる炎で近づいているのが分かるからね、徘徊者が。あ、ここあれじゃん、なんか鍵部屋っぽくない？違う？ここは格子がないからいいね。ここも緊急回避。あ、そうだ、そういうのを緊急回避って、緊急だったらダメなんですけど。あー、でもここ格子だね。鍵あるっていう感じでちょっと見ていかないと。あっちなんでしょ、左行ったってしょうがない。なんかガラガラガッシャンって。うわー、ここやばい、ここはやばいよ。入ったってしょうがない。タンスとか開けたいけど、あの部屋じゃない、部屋だけど扉付きの部屋じゃないと安全に探せないからね、っていうことなんですよ。来ちゃうし。やばい、ハンドライトがない。電気代が、電気代じゃない、電気がない。これガラガラガッシャンじゃない。そうすると結構きついんだよ。あ、なんか見覚えっていうか、どっちだ、右斜め、どっちか来てるかちょっと分かんない。遠ざかってる。ああ、関係ないとこで出しちゃった。4体目？来るか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 。今入っちゃうと、能力、あ、2体？ちょっと怖い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 。別のとこに行ってほしいな。チラッとで見えたら入る。めっちゃ明るくするっていう。あ、ちょっとやばいね、 FPS が下がるからちょっとやめよう。こんなもんにしよう。あー、2体いる。徘徊者が追加されたからだ。あー、もうやばい。時間かければゴールはできそうだけど、めっちゃ時間かかります。ごめんなさいね。今回は最近なんか1時間以内でクリアできてたのに。いやー、ワープ何回するんだって感じだよね。皆さん本当面白い縛り考えますね。一応ね、自分もね、あの縛り考えてて、でもそれ言うとあれだなと思って、皆さんのネタっていうかさ、をなんか奪っちゃうっていうか、になるんで、あの、なんだろう、最初の頃結構考えてたんですよ。例えばですよ、あの、今こうやってカグラスズとかの能力でいろいろ出してるじゃないですか。で、結構ワープあったじゃないですか。ワープで行った先のエリアしか探索できないっていう。ワープとか鏡で行った先のエリアしかダメっていう、探索できないっていう。だからゴール付近に行きたければ
もうワープで行くしかない。だからカグラスズの能力は必須。カグラスズは持っていかないと詰むっていう。もちろんあの鏡のアイテム使ってもいいんだけど、やっぱ なかなか出ないときはみたいなね。でそれよりもっときついのがなんだろうな、何やったんだっけかな、忘れた。なんか一応メモってあるんですけど、そのメモを見ればわかると思うけど忘れました。いた。でここでも出さないといけないっていう。何この部屋、何もないよ。せめてタンスとかアイテムがある部屋に避難すればもったいなかったかもしれない。一石二鳥っていうか、意外と早く来てくれた。ただあっちにいるんだよね。行きます。やばいやばいやばい、ハンドライトもちょっと、なんかここ明るいな。あ、これか。別の部屋にすればよかった。ああ、分かった。確かここ、まがたまないんじゃないの？左ね。こっちね。こっちだけ一旦こっ。どうすっかな。行こう。一旦行きます。閉めて。ああ何もない。あ、来てないとこだね。え、ロッカーあるとこだ。ちょっと待って。鍵はない。タンスあるからまだいいけど、タンス2ゴン。あれここをつけたことあったっけ？どこかな？どこかな？左。はい、ごめんなさい。1時間コースでした。でも、全部クリアしたいですね。まあ、鏡あるから、一回は死なないけど、水晶欲しいな。で、ここはね、部屋じゃないんだよね。廊下なんで。ここはね、次のところは。まあ、廊下か部屋かっていう定義はよくわかんないですよ。お前、やばい、カグラスーさんに見られてる。見えない。何もない。せめて鍵、せめてっていうか、待ってます。あそこになんか見えてる。あそこだから、ちょっと待って。危なかった、あそこに。あ、ちょっと待って、こういうの見ていいはず。ちょっと待ってね。見ね。わかった。で、ここはやばそうな気がする。ここ、あれだ。あ、今出ないで。今直前で。入った直前で。あ、入る前の直前で出るってどういうことだよ。出れないじゃん。そう、ここ一応れっきとした部屋ですね。早かった、来たぞ。しかもハンドレート。でどっち？あっち。あ、ちょっと待って。あっちだから、あっち行ったってダメだから、ちょっと待って。あ、こっちダメだ。やっぱ出るしかないんだな。あっちは違うな。もしかしてだけど、ちょっとぐるっと回っていかないといけないかもしれない。ちょっと待って。ここ緊急用で。ここなんだ？さっき来たところのような気がするんだよね。あ、違うわ。
ここ廊下なんでね。鏡は、ビビった。鏡はあるけど、見なかったことに。ちょっと、でここ廊下なんでね、まだね。え、どうすればいいんだろう。マガタマ、マガタマないの？ここは？あー、鍵はないから入んない方がいいな。ここは緊急。いや、ここ入るぐらいだったら、いや、ここでも格子だしな。ある？タンスにゴンもないな。なぜ？あ、ここ、あ、でもちょっと待ってね。ここ何もない？あ、わかんないわかんない。ここ。あ、なんかスキャッチやばそう。あ、こっちやばい。一旦こっち行こう。もう場所わかったんでね。まっすぐね、まっすぐ。あと一個曲がたま。こっちやめた方がいいな。あんまり遠くに行かない方がいい。ちょっと待って。こっちだよっていう。まだ我慢します、まだ我慢します。入ります。ここタンスあるからね。今選んだで、ここ鍵だ。ということはここにあるな。だけど出さないといけない、出さないといけないから。ただわかんない、ここにマガタマがあるかどうかはわからない。しかも鍵がないから、どっちにしろ意味がない。あーやべえ、なんでゴールに開けなさいの。なんかゴールって、いろんなパターンがあると思うんですけど。お、来た。通路に面してすぐ、なんだろう、ゴールのエリアっつったらあれなんですけど、なかった。その通路に面したゴールのエリアがあるんですけど、今のはちゃんと扉がついてたんで部屋として認識されてるはずだから、あそこでも一回振らないといけないような気がしてきた。で、俺は鍵を探してるんですけど、あれ、ここで入っ、なんかやばそう。ちょっと待って、ちょっと待って。鍵があればいいんだけど、鍵閉まってるし、どうすればいい？一旦入ろう。あ、よいよいよ、タンス二つあれば、どっちか。ただだよ。来ちゃうとやばい。ここであんまり、こっちなんだぜ。あ、別の部屋。あ、部屋じゃないのこれ。これ廊下だわ。これ調べたっけ俺。出ます。鍵爆竹もいい。さっきの扉爆竹で開かないんだもん。
あ、ダンスあるね。あれ？あ、ここあれか。あ、わかったわかったわかった。ここが、まがたまだから、さっきの、ちょっと待って。どういう構造になってる？あ、なんか今、光ってる。光ってない？そしたらここで。なる？ちょっと待って、どっちが来るか分かんないぞ。障子開けて、ドアは？あれ？ドアドンじゃないの？あ、違う違う、そっちじゃないんだ。あ、わかった。なんか変なところに、あれなってんだ。なんか突っかかったんだ。あと3発しかないよ。うわ、やばい。ここを壊してほしいんだよ。あ、ここ。あ、ダメだ。遠く行っちゃった。へえ。あ、向こうに行っちゃったんだ。あ、そこ。あ、気がついた？ここ。どっちか来る。なぜ？そっちから来ると思わなかった。ああ、もう69分、やばいわ、あと1個が遠い。やばいね、鍵あるわな、今の頭。ああ、鍵つけた。貴重な鏡を。あ、で、秋山さんを誘導する、爆竹が1個残ってまでやばいね。やばい、70分コースだから、こういうところは早くしますよ。カチカチ。なんで、カグラスーさん絶対見られてる、俺。ここは見られないはず。あ、でも後ろだしな。あ、でも来てるな。ダメだな、もう。移動するのはちょっとためらっちゃったな。やばそうだったら入る。ここまで来て、はい、というわけで今回これで終わりたいと思います。いやー、これ最後の最後でできませんでしたね。マジで進めばよかったかもしれないですね。さっきのはかぐらすーさん来る前にもう進んでやっとけばよかったです。いやー、ちょっと臆病になっちゃったな。まさかここまで来ると思わなかった。正直。では。
よし。ここはね同じ部屋っていうことでカウントされてるはずなんで、でここは廊下だけど意味がないと。鍵はないな。多分これは番外編っていうか、あ、これ入ろう。あ、来た鍵。行ってよかった。蜘蛛式。なんか向こうからすげえ来そう。ワープ何回出た？あ、ここ入ろう。おい、早い。ここでワープ出ないでよ。マガタマがあるはずだからワープ出ないでよ。爆死だったらまだいい。早くそこに逃げるし。いやー。マガタマ。あー、でもあの、カラスじゃなくてマキョンさんいるんだよね。ステージが追加されたあのアップデートの時からなのかな。カルロステージのあのゴールにマキョンさんいるっていうの、俺その前アップデートする前はそんなやってないんですよ。1回か2回ぐらいしか、2、3回かしかやってないんで、そこまで詳しくないんですよ。出ない。ロッカーすぐそこにあったのや。カズラスーさん来るんだもんなあ、いいね。消え失せただからコンパス。あ、来た。曲がったま、一瞬びっくりしたよ。1個一番下にないのかと思っちゃいました。うわ、わかんない、真っ暗。一旦帰るか。こっち来たんだったらこう行くよ。なんだったらこっち行く。これは部屋じゃないよね。廊下だもんね。え、もしかしてここに鍵。あ、ここにあるな。こ
ここにマガタマじゃない、これじゃない、マガタマ。多分そういうことでしょう。わかったかもしれない。ツアートはゴールに一直線。肩痛い。できればな、一回死なないでゴールしたいな。一旦死なないでゴールできればよかったのにな。はい、タイタイク。やっぱ運だな、これ。カグラスさん。すごいね。新ステージをクリアすると、このカグラスが使えるっていう。このナイスアイデア。これですごくいい味出してる。まだ？ねえねえ。来たー、いいね。しかもヘッドライトじゃなくて来たー。はい、行きます。もう寄り道せずに行きます。こっちダメだから。いや、今走っちゃったかな俺。どっち行った。ああ。来てるね。あれ？違うな。こっちが来てるような気がする。あ、やばい。こっちが来てる。ここまっすぐ行きたいんだよ。で、走ると今やばい。こっちはダメ。びっくりした、なんか動いてるような気がした。やっぱカゲロウは怖いね。ここは部屋じゃない。ここ部屋じゃないですからね。ここは部屋じゃないですからね。廊下ですからね。棚がある廊下です。あ、でもここ見えるんじゃないの。あっぶね、今いた。危なかった。こっち向かってきてたらあれでしたね。バレてましたね。俺が置いたあの3つの鉱石残ってるかな。ゴール付近に置いた。あぶやぶや、ここ部屋だ、部屋。こっちも。こっちは廊下だ。あぶねえ。ちょっと迂回していこう。危うく部屋に入るとこだった。そこで鳴らしたらもう最悪やばいからね。え、あれこっちいいのかな。あれ？あれ？あ、いいのか。あれ？ここあれでしょ？あれ？あ、なんかこっちだな。あ、こっちだ。なんか置いた雰囲気があるね。なんか今一瞬ガタガタって聞こえた。あー、ここね。ここはもうこれ部屋なのか。ここ廊下。いや、これ廊下でしょ。部屋かな。まあ、一応念のため。扉でね、仕切られてたんで部屋っていうことで。これずるこですねってなっちゃってやばいから。あっちか、ここがなんか難関のような気がする。ただ俺絡んでるからね。早く出てください。水晶がいいな。夏山さんの前で水晶出たら最高です。切る。まだ早く。もうほんと運だからね。何度も何度もね。10回すればだんだん中身がなくなってこれが出やすくなりますよとかそういうことでもないからね。多分確率的なものだから早く。うんと、どうしたっけ。あれ？どこどこどこ？こっちじゃないよ。
なんか変なとこ行ってる。あ、秋尾さんいなかったよ。どんがれがしちゃうんじゃないからね。俺が置いた鉱石はどこ行った？ああ、分かった分かった分かった。びっくりした。あ、やばいな。すげえパニックってる。あ、そっか、俺ワープしたから、正規のルートで行ってないから、やばいこれ。はあ、マジか。やばくなかったし。もうやだ。早く1時間半になっちゃった。出れるけど、まあ出れるけど、まだ出ません。どう言ってんだ。あ、いる。どうすればいいんだこれ。これは廊下です。あ、ここにあるね。部屋じゃないです、これは廊下です。ふう、ここは部屋だな。迂回できない。こっち左左左左に行く方向の部屋が、部屋じゃない、廊下が、あれあるね。こっちロッカー縛り。え、こっち、あ、でもなんか開けてる。これは廊下だね。来たんじゃない、なんか近いような気がする。あの、あ、青い青いウサギ。あ、あれだ。でどうやって行くんだそこまで。こっちはダメだから。ここがあれで、こうか。来たんじゃない？来て、来て、来て。あ、あ、違う。どうやって行くんだ？え、どうやって行くの？待ってね、これ部屋じゃないからね。あそこだからね、あれ、あれがさっき自分が死んだところ。ここあそこだから、ここ開いてないんだよね確か。あれなんだけど、どうやって行ったんだ。あ、今入ったな。ちょうど電池がなくなってきたところでしたからね。ほら。で、こう。来たんじゃない？来た。ここですよ。で、ここ部屋ですからね。やだ、部屋。どうすればいい？先に出すか。一旦閉めよう。一旦閉めて爆竹が出りゃ儲け。逆にね。いや、ここでやるとやばいから、一旦これ爆竹でちょっと誘導するわ。
ちょっとこれやばいかな。怖っ。でここでもしやばい、別なの来ちゃった。一旦ちょっと遠くまで行かないとやばいよ。ここ電気つけたらやばい。最後の最後で、あ、来てる。お帰りになってください。ここには来ないはず。ゴールまで。で、こっち向くなよ。こっち向くなよ。筋縄ではいかない。今回なんか結構難しいんだけど、なんか手応え十分みたいな。でここで爆竹を鳴らしてもここに来るから、今度反対側に逃げるっていうね。でもう、あ、そっか、出した瞬間にあと逃げればいいんだ。まがたま置いて逃げればいいんだ。もうやだ、もうちょっとだったね。最後のやっぱ神楽鈴さんのところでうまく、あそこ進んでればよかったんだな。ここでワープ出たらどうしよう。ワープ出たらやばいんだよね。意味ないんだよね、ゴールに来たのに。お願いします、お願いします。あのあいあい傘でいいよ。神楽鈴さんのあいあい傘でいいんで。出ないとかっていうのはある。ゴールは出ないっていう、そんなわけないよね。あ、でもゴールで出したことないような気がする。いや、あるか、あ、ありますわ、ありますわって。ゴールで出なかったらこの縛りもう次な。うわ、俺あの神楽鈴さんが、あの神楽鈴の能力、混沌の神楽鈴の能力で徘徊者が追加されたっていうので神楽鈴さんが出ると思ってたけど、今走り回る徘徊者が出たってことだったの。今突然来たよね。どこ？あ、びっくりした、ここか。なんか勝手になんかあのハンドルハイトになってんだけど今。はい、というわけで今回終わりたいと思います。あの限定公開であの続き取ってクリアしようと思ったんですけど、クリアできませんでした、ガチで。あれはちょっと予想外にできなかったんで、これはちゃんとちょっとちゃんとして動画に出したいと思います。では、ちょっとびっくりしてる。